よろしくお願いします。頑張ってください。どうもありがとうございます。自民公明の推薦を受けた鈴木直道氏、今朝札幌の中央卸売市場を訪れました。毎年夕張メロンの初競りできている馴染み深い場所でもあります。ここに来ると本当ドキドキするんですよね。あの初競りの値段いくらになるのかなっていつも思い出があるんで、4月7日も初競りみたいなもんだ本人のなんぼすかな。先週緊張した面持ちの鈴木氏が会談に臨んだのは岩田啓吾道商連会頭。知事選に鈴木氏ではなく国交省官僚の泉谷博氏を擁立するよう求めていた人物です。もう完全にわだかまりはないというふうに。はい、あの私どもは当初からそういう同連の推薦する候補についてご支援申し上げるというふうに申し上げておりましたし、まあ、その過程でいろんな話が出て、議論が深まったということ、まあ、先ほども申し上げましたけど非常に本当に良かったというふうに思いますし、まあ、これをですねぜひいろんな道民の声を結集する方向に持っていくようにですね、進めていきたいというふうに思ってございます。報道陣の求めで握手に応じた2人、鈴木派と泉派の歩み寄りを演出しました。鈴木氏を推薦した自民党同連の臨時大会でも知事候補選びの混乱を意識し組織が一枚岩になることをアピール。ご批判ご意見等々は私道連会長吉川貴盛が一身に受けさせていただきまして、そのお声を真摯に受け止めながらこの戦いに挑ませていただきたいと存じております。これまでの間さまざまな経過経緯があったことをお伺いいたしました。まずはそのことを重く受け止めたいというふうに思います。そしてどうか社会問題でございますが、私をその先頭にどうか皆さんのお力で押し上げていただきたい。先週の最大震度6弱の地震の翌日、鈴木氏は厚真町などを訪問、防災対策を政策に盛り込んでいく考えを示しました。各部長が進めようとしております、それら復旧復興に向けた計画を現実のものに変えていく際にお支えをですねしっかりとさせていただきたい。同じく地震から一夜明けて胆振入りしたのは石川智博氏。いろいろとですね、被災者へのお支援の在り方っていうものをまた意見交換させていただきました。しっかりですね今後の政策に反映をさせてまいりたいと思います。知事選告示後の第一声を厚真町で行い、復興に取り組む考えを示しました。野党統一候補となる石川氏も週末は組織を固めるため動きました。市民団体や社民党から相次いで推薦状を受け取り、野党や支援団体など7団体から推薦が出揃いました。7社が共闘してですね、石川さんを市民と野党の統一候補として、立候補してもらうと、これもまた歴史的なことではないかなというふうに思います。北海道知事に当選していただき、北海道を変える、北海道の未来を変える、そのことが日本の未来を変える、政治を変えるということにですね、私たちは必ずつながっていくというふうに信じております。心強い援軍も、かつて市民主導の勝手連の支援を受けて知事に当選した横道隆弘元衆議院議長も石川氏にアドバイスしています。準備はぜひしていただいて、準備が整えましたら、水分は取った方がいいですか。後輩の温度を取らせていただきます。もう一つ、母校である函館ラサール高校のネットワークも石川氏の強みです。この前テレビでさ、小野弘がさ、カジノの話してて、俺すんごいいいこと言ってるなって。いやいや、申し訳ない、同級生から褒められて。いやいやいや週末には卒業生が石川氏を支援する集会を開催し、後援会長にもラサール卒業生が就任しました。
ご存知の通り、まあ、ラサールというのはみんなも在校生も同窓生も先生方もみんなファミリーです。ということはここに集まった方々みんなファミリー。自民党に泉氏擁立を求めていた北海道市長会長の菊谷秀吉伊達市長もファミリーの一人。石川氏はこうしたラサール卒業生の取り込みを狙っています。やっぱりラサールはですね、意外と自民党の支持者も多いもんですから、隠れキリシタンのように応援いただいていると。まさにキリスト教徒だから函館ラサールだなと。先輩、隠れキリシタンでいいんですって言ってるんです。それぞれの狙いで足場を固める2人、決戦の時が刻一刻と近づいています。